ではまたまたやってまいりましたモサ列伝の今回は2です。どんな方を私がお話しするでしょう。そして、あらかじめ言っておきます、これはあくまでも私なりの眉間でお話ししますので、今回もぜひヒントを出していきながら、はあこの人だったのかということを見てください。さあ、行ってみようか。特徴をね言ったらね、すぐバレちゃうので、じゃあエピソードから、エピソードからいこうかね、まあエピソード言ってもね、なんとなくねそのポジションが分かってしまうから、まあそれでもいいんですよ。この人が投げてるとね、すっごい緊張するのよ。危ない、ほら迷惑かけちゃいけないとかね、エラーしちゃいけないとかね、足を引っ張っちゃいけないっていうのがあって、やっぱねよくエラーしてたの、もう本当にガチガチになって、若い時のほらまだ20代ぐらいの人だったら、まあ、いいんだろうけど、もうある程度年齢いってるから、そのほらエラーが答えるかもしれないとか、俺のミスで足を引っ張るかもしれないってことですごくね緊張してね、よくいらしてたんだその時。そしたらね、その人がねある時にね、お待つって来て、お前何か勘違いしてないっていうふうに言われてね、でいや今日すいませんでした、エラーしてすいませんでしたって言ったらね、いいんだよ、俺ぐらいのベテランになってくるとお前のエラーぐらい計算してるんだよって言ってくれたのよ、ただなって、お前は若いやつが今後待つよりも若いやつが投げてきた時にエラーしたらその若いピッチャーは多分答えると思うよって、だから俺の時はいいんだよ気にしなくても、ただ若いやつは気をつけろって言ってね、その後にねすぐねエラーしたんだわ、そしたらね言った先にエラーするかって怒られたことがあったんだけどでもね本当ねそれからね少なくなった。あそう、エラーが少なくなった。そもそもなんだけどさ、家に戻ってった時に、どんな感じになるの？いやあのね、エラーするとさ、選手って意外とほらこうやっちゃったってこう下向いて帰る人っているじゃない、でね当時のね我々のチームはね、それが絶対ダメだったの、でねもうほら俺サードだから、ベンチホームでこうホームの中帰っていく時に、そのまあもちろんねやった瞬間でもね、謝るのよ、こぱって、すいませんっつって、でベンチに帰る時でもそのピッチャーの横をすれ違いながら、すいませんって謝って、最後ベンチに入ってる時でも、もうしのじんのとこですいませんっつって、もう先に選手がみんな謝るのね、だからね謝るっていうのは結構あったから、俺のチームは、でもこれね他球団に聞くとね、なんで謝るんだよっていう人もいたのね。でねやっぱね、でもうちチーム謝ってましたよっていう話したらね、なんで謝ることがあるんだよ、だってその分お前エラーしたら査定にもう最初からもう査定されてるじゃんか、そんな謝る筋じゃないんだよっていう人もいたんだよ中には。これセントラルの人なんだけど、えっパ・リーグはもうどっちかやったらほらっていうか、うちのチームはみんなこうまず謝って、そのベンチの雰囲気を悪くしないような努力をやっぱり最低限やってたから、なんかねその方がさ、あともさ引っ張らずにすっきり、すっきりってまでいかないけど、次に気持ちを切り替えられるっていうところはちょっとあるけどね。そうだからみんなが嫌な思いしなくて済むから、で自分も切り替えられるしね、だからそういうふうにねちょっと言ってくれてね、その人から言ってくれてからねだいぶ楽になったなと思ったし、逆にね、若いピッチャーが投げるときすごい緊張するようになった。あそっか、でも確かにさそう言ってもらえるだけでさ、本当に変わるよね。変わる、ね、あのねこれ面白いのがね、引退した後にイベント行くじゃない、でねあるピッチャーのね球団のエースが投げてるわけよ、ほいさそこの球団の選手あの守ってるじゃん、もうガチガチだよ。あそうだから、え言ってないんだと思ってね、俺みたいな会話をやってないんだなと思ってね、俺なんかもうほらベテランの人が投げてても、俺がパッて俺で少ないんだけどエラーするじゃん、エラーしたらねこう言われるのよ、なんでエラーするんだよ、先輩僕のエラーぐらい計算できるでしょ大投手ですよって言ったことあるよイベントでもあるある、その切り返しもうまくその人のおかげでこうできたかな、実践で学んだのが大きいよね、まあね人間的に言ったらね、すごくね、スマートでイケメンかな、まあ、かっこいいブルーに入るのかな、かっこいいね、で常にやっぱりね、こうヘアスタイルをこうやって気にして出した人だしね、でユニフォームの着方にもこだわりがあった人だから、ユニフォームのね、着方にこだわりがあるはずなのに、ある時ねロッカーで一生懸命探してるわけよ何か、で何探してんだろうと思ってね、何探してるんですかって聞いたことあるのよ、そしたらねユニフォームがないんだって言うのよ、
いやユニフォーム着てますよって言ったらね、いやこれは分かってんだ、うん、いやもう一枚ね、あの練習終わった後に投げた後に着ようと思ってんだ、うん、いやいやいや着てますよって言ったらね、いやこれは分かってんだよ、うん、これはって言ったら、いやいや着てますよ、2枚着てますよって言ったらね、えっつってパッと見たらね、2枚重ねてんだよでもねこの人はね、こう一つのことをこうガーッとやるっていうタイプの人だから、うん、あの一本間違ったら我が強すぎるっていう感じのところもあるけど、うん、でもそれでもやっぱりさ、やっぱ大投手になって成功してるわけだから、うん、素晴らしい人だと思うよ。あのもう一つね、うん、エピソードといえばね、うん、あの教えてもらったこと、これはね試合中なんだけどね、ある時フォアボールを出したの、うん、そのピッチャーがね、うん、だからあのその時俺若いんだけど、パッあの塁審にタイムかけてね、マウンドに歩み寄って言ったらね、帰れって言われた、帰れって言われた、そしたらね俺もね、なんだよ人がせっかくタイムかけてわざわざマウンドまで来たのにって帰れってどういうことだよと思ってね、その前また違う試合でね、もうねそれから俺あんまり行かなくなったのよ、そしたらね、こうやっぱでもほら行かなくなったからって言っても試合やってる限りはね、で次の試合かなんかの時にね、こうやって呼ぶんだよマウンドから、なんだよタイムって書くと言ったらね、今来るんだよって言われたの、うん、だからね、えっと思ってね、で終わった時にね、うん、この間はねお前来るタイミング間違えてるって言ったんだよ、うん、で、え何がですかって言ったらね、あれはフォアボールはあの別に苦しくてね、制球なんでフォアボール出したわけじゃない、うん、ランナーセカンドにいて、あれはワンアウトランナーセカンドだったから、うん、バッターと次のネクストサークルにいるバッターとの天秤かけた時に、ここを歩かした方がこの次のバッターの方が何球目にピッチャーゴロで自分のミスは自分で処理できると思って、あれはわざと歩かしたやつだから、うん、あそこはね俺苦しくないんだよって言ったの、うん、でも今日のフォアボールは本当に苦しかった、あそこは来るべきだよって言われたの、うん、だからよく次のバッターとのね、ピッチャーとの次のバッターとのこう相性もよく見とけって言われた、へー、バッターなのにね、うんうん、そういうのを教えてもらった時に、でじゃああの時ほらピッチャーゴロ取ったじゃないですか、うん、あれすごかったですねって言ったらね、もう背中に電気が走った、自分でもね、その人が、うんうん、めったにないってそういうのってでもそういう計算でいくってやっぱり、だからそのピッチャーに対するこうタイムをかけての時間を間を作るのは、うん、その人に教わったようなもん、うんうん、でね、その人に教わったんだけど、ある時ね俺卓球台行ったわけよ、うん、卓球台行ってね、俺がタイムかけて行くじゃない、うん、そしたらね違うところでね、その人ね違うところのコーチやってたの、うん、そしたらね、お前タイムかけすぎだよって言われたことあるえタイムはあなたに教わったんですけどみたいな感じでお前タイムかけすぎだよって言われた、うん、まあでも本当にね、この本当にこの方も本当プロだから、でね、もう一つねすごかったのね、俺ね危機迫るっていうのはこういう状況なんかなと思ったのがね、俺まだ本当デビューして1年目ぐらいの時にね、試合で中止になったの、雨で、うん、でねブルペンでね、その時先発だったのよ、うん、そしたら ね今の若い子っていうのはね、うん、野球見るとさ、ここ構えてもここ行ったり、ここ構えてもここ行ったりってこう見て動くんだけど、本当にミットが動かなくて有名だったよ、もうキャッチャーの構えたところにね、まっすぐでも変化球でもね、キャッチャーはね入った瞬間にね、ブンッ掴むだけ、はい、ここだ、ドン、ここだ、ドンっつって、うんうん、で、ちょっとでもそれたらね、ここずっとこだわって投げてたもん、あ、そう、ミットがもう全然動かなくて、もう黙ってこう入っていく感じのところまで、うん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 、でね、その後にね、ブワーッとアンダーシャツ脱いだらね、もう背中から湯気がね、ブワーッて出た瞬間にね、おお、鬼みたいになってると思った、そのぐらいね、気迫を感じる、そう、試合で、雨で中止なのにね、うん、あ、このぐらいの気迫で投げてるんだと思ったね、うん、それもねやっぱすごいなと思った、うん、今でもイベントでつながりがあることだよね、たまにね、うん、うん、たまにあるけどね、うんうん、でもね今はね、うん、あのねどちらかというとね、うん、あの本当にね、あのナイスミドルじゃないけど、うん、あの髪の毛もこう白くなってね、うんうん、もうそのヒントでだいぶわかるかな、そうだね、もうでもでね、最後にね、もう本当にわかるヒント言いますよ皆さんにね、もう当然わかってると思いますけど、うん、あのね、ついたね、呼び名がね、うん、サブマリン、あ、じゃあもうこれでサブマリン、はい、答え言ってるのもんだね、うん、そうで、またね、今回のこの猛者もね、うん、私なりのこの方とのエピソードとか学んだこともお話ししていますから、皆さんね、コメント欄にね、このサブマリンの方のお名前と、ね、どんな思い出がある、記憶に残るプレーっていうのをまた書いていただいて、まあ、みんなで盛り上がればいいかなと思って、今回は、
おしゃれつで2ということで、この辺で終わりたいと思います。松永が送るおしゃれつでこれにて。